報告書を読んでいただければ誰でも感じると思うんですけれども、この福島第一とそれから柏崎刈羽がですね、同じ会社の違う事業所だっていうのはちょっとなんか違うまるっきり会社みたいな、あれはあれ、これはこれというわけにはいかないというふうに申し上げましたけどね、柏崎刈羽では万全だと主張するんだったらば、そのリソースを、福島第一原子力発電所に投入することはできないのか。さらに今の答弁にそもそも原子力事業者としての能力があるのかという指摘も。ボタンの押し間違いによる路中水ポンプ停止するといった大きなトラブルや、作業する配管を誤ったりして、高濃度処理水を作業に浴びるといったトラブルが連続しておりまして、他の原子力設置者や以前の東京電力対応能力と比較しましても、現在の、福島第一原子力発電所の状況はやや異質な面があると。知識も経験もない一民間会社がその安全を確保しながら、これから相当長い期間にわたってやっていくということが大丈夫なのかねと、対応していけるのかと。再稼働の審査に慎重な原子力規制委員会、これに自民党が噛みついた。プレミアムな時間を。ライフビューティーラローリア、行ってみようかどう。何やってんの、バレちゃったか。勉強だよ勉強。この年になってさ、急に勉強したくなってさ。何の勉強っすか。人生勉強。いいっすね。始めなきゃ始まらない。え、始めたんすか。かっこいいでしょ。形から入るタイプでしょ。うん、そうそう、何かを始めるのに遅すぎることはない。そういうこと。朝日新聞。いいね。原発推進を訴える自民党の会合、幹部を含む130人以上が名を連ねる。この中で再稼働をめぐる原子力規制委員会の審査が慎重すぎると疑問が投げかけられた。残念ながらと申しますか、非常に規制委員会も慎重にことを運んで調査をしているようでございましてですね、まだ特に稼働再開の例はあったということになっておりません。会合では昨日、火力発電や再生可能エネルギーに依存したエネルギー政策の限界があると指摘。民主党政権で取りやめた原発の新設や増設を打ち出す考えを示した。今日の会合でも東電の経営問題を考えると、柏崎刈羽原発を動かしてこそ福島の収束も進むのではないかなどの意見が出たという。やはり環境のことだとか、あるいはコストのこと、燃料をものすごく買ってますし、あるいはまた安定供給という観点から考えて、やはり原子力発電というものは必要なんだろうと、柏崎刈羽は動きましてもしっかりと安全対策というものを講じて、いると思いますし、今安全対策の申請を出しておりますので、早いね、お手手が審査に入っていただきたいな。お手手が早いね、まあ、というようないろんな動きがあるわけですが、ブラインドタッチングって急げ急げって国際委員会の流れを含めてどう思いますか。はい、そもそものお話なんですけどね、福島の原発事故の一つの原因はですね、原発を推進する資源エネルギー庁とですね、それから原発を規制する原子力安全保安院というのが同じ経済産業省の中にあったということなんですよね。で、その反省から生まれたのが独立性の高い原子力規制委員会なわけですよ。で、政治の介入を防ぐためにですね、規制委員会の独立性をできるだけ高めなければならないというのは、これはむしろですね、野党時代の自民党が主導した議論です。それなのに、この自民党政権に戻った途端ですね、規
規制委員会は我々の言う通り早く再稼働を認めようというようなこう圧力をかけるようなことはですね、あってはならないと思います。で、規制の今日の会合では、東電が柏崎刈羽原発で安全管理ができるというならですね、なんで福島でできないのかという疑問、不信の声が相次いだわけですけども、これは当然の質疑だと思います。福島の事故はなお収束せませんし、汚染水は止まってないわけですよね。で、東電はもちろん規制委員も、それから自民党もですね、今急ぐべきは福島の汚染水対策であって、あの柏崎刈羽の再稼働ではないと思います。おっしゃる通りだと思いますね。そしてその福島第一原発の最前線の作業の方々は本当に疲弊していると思うんですね。だからやっぱりそういう中で国が前面に出ることの具体性をもっともっと出さないと現場はもっと疲弊していく、そしてトラブルが出てくるってことはこれは無理だと思うんですね。そうですね。柏崎刈羽にかけてる人をやはり福島に移していかなきゃいけないと、それする前提としてやはり柏崎刈羽の再稼働を遅らせてでもそうするんだという政治の意思決定がありますよね。そこをしっかりやってほしいですよね。父ちゃんは10年前に死んだやろか。これって誰？認知症のハートの愛とユーモアの実話、ペコロスの母に会いに、ライフプランナーバリューソニー生命。長生きをすることが幸せだと心から言える世の中にしたい。それがライフプランナーバリューソニー生命。この星にたった一つしかないもの、その唯一の存在は力強い。